竜の翼を備えた姿で描かれたメルジーヌ。メルジーヌはフランスの伝承に登場する水の精霊で一種のイルイコインタンの主人公。上半身は中世の衣装をまとった美女の姿だが下半身は蛇の姿で背中にはドラゴンの翼がついていることから竜の妖精でもあるとも言われている。ドラゴンメイドやマーメイドの伝承とも結びつけられて 考えられることもある。クードレットによるメルジーヌ物語で描かれた入浴中のメルジーヌと覗き見るレ門モン。メルジーヌの伝説はフランスでは14世紀より前からメリサンドという名でも知られ民話にも登場していた。その原型はずっと以前から知られているブイーブルやセイレーンといった怪物であろうとも考えられている。1397年にフランスのジャンダラスが メルジーヌ物語を三文で表し、その後、クードレットという人物が1401年以降に、パルトネの領主に命じられ、メルジーヌ物語、あるいは、リュジニアン一族の物語を陰文で書き上げたことで、広く知られるようになった。その物語とは次のようなものである。メルジーヌは、泉の妖精プレシシナとスコットランドのオルバニー王、エリナスの子である。母親の出産時に、 近畿とされていた妖精の出産を父親である領主が見てしまったためにメリュジーヌと二人の妹メリオールとプラティナは妖精の国に戻されてしまった成長したメリュジーヌと妹たちは結託して父親をイングランドのノーサンブリアのある洞窟に遊兵したところが母親は夫を愛するがゆえにメルジーヌと妹たちに週に日だけ腰からしたが ヘビの姿となるという呪いをかけた。さらに、もし変身した姿を誰かに見られた場合には、永久に、下半身がヘビで翼を持った姿のままとなってしまう。従って、メルジーヌが誰かと愛を育むには、その1日に、彼女の姿を見ないという約束を果たせる者と出会わねばならなかった。ボワトゥー博のレ門モンは、おじを誤って殺したことから、家族のもとを離れていたが、 ある日、メルジーヌと会って、恋に落ち、メルジーヌも、土曜日に、自分の姿を決して見ないことという制約を交わした、上で結婚する。彼女は夫に富をもたらし、十人の子供を設けた。また、彼女の助力もあってレーモンは、リュジニアン城を建て、街も築くことができた。ところが、夫は、悪意のこもった噂を耳にすると、つい制約を破り、 沐浴中のメルジーヌの正体を見てしまった。部屋に一人閉じこもっていた彼女の姿は、上半身こそ人間だったが、下半身は巨大な蛇になっていたのだった。制約を破られたため、メルジーヌは、竜の姿になって城を飛び出していった。しかしまだ小さい子供がいたことから、授乳のために一時城に戻ったほか、城の城主や子孫の誰かが亡くなる直前にも戻ったという。そのため、 城主らの死が近づくと、城壁の上に幽霊のようにメルジーヌが姿を現しては泣き悲しむ様子が見られたという。メルジーヌの子供たちの多くは化け物の性質を持っていたものの、問題なく生まれた二人の子供の血統からは後のフランス君主が立ったという。リュジニアン城は後に取り壊され、現在は存在しない。別のバリアントでは、メルジーヌはブルターニュ博のもとに、 美女の姿で現れて求婚し、妻となって、あとは彼を助けたが、日曜日に必ず沐浴するので、決して覗かないことという制約を夫に破られ、正体を明かされる。夫は、メルジーヌが人間でないことを知ってからも、妻とし続けたが、二人の間に生まれた気象の荒い、異様の息子たちが街で殺人を犯したと聞いて、激光し、 息子たちの性格上の欠陥の原因を彼女の正体のせいだとして、化け物を女と罵倒したため、自尊心を傷つけられた彼女は正体を表し、教会の塔をぶち壊して、川に飛び込んで行方をくらましたという。その後、彼女は水曜の一員となった。紋章などに用いられている尾が二つあるマーメイドは、彼女の姿であるとされている。大河のジョフロはクードレットの記述による。 エリアーデによれば、メルジーヌを構成する、女性と、蛇、そして伝承によっては加えられる、魚といった要素は、いずれも、豊穣のシンボルである。したがって、メルジーヌは豊穣、さらには、再生を生み出す存在だと考えることができる。ブルターニュ地域圏では近代まで、メルジーヌが町を去ったとされる日に、祭りが開かれ、屋台で人魚のような姿をした女性を木型で浮き彫りに、 した、素朴な焼き菓子が売られていたという。この素朴な焼き菓子の名も、メルジーヌといった。現代では、祭りがスタレコのメルジーヌもわずかな木型だけを残して、姿を消している。ジャンダーラスは、ジャンドベリー公の下で師匠を呼び、製本職人として働いていた。クルドレッドは、デュジニアン家の当主ジャニセ世の下で司祭を務めていた。松平の説明によれば、 妖精のモルガンの妹、プリジーヌの子で、のアルバニア王、エリナスとの間に生まれた姫。一説では母親を陥れようとした。別のバリアントでは、メルジーヌはもともと泉を司る妖精と、アールバニーの領主の間に生まれた、姫君であった。人間の男の愛を得れば、呪いが解けると聞かされて、メルジーヌは領主に近づいたのであった。神話い系として、 見るののタブーが見受けられる。メルシンの名はメールとラージーニャンの合成語だと考えられている。ありがとうございます。